今日は8月13日ですね。朝日新聞の10面には語り継ぐ戦争ということで、戦争体験が書いてあるわけです。もうみんなその戦争体験した人年取ってきてますけども、最初は92歳の人がニューギニアで、戦争に負け始めて、非常にひどい思いをしている、山に逃げ込むんだけども、力尽きた者は体に蛆が湧く死体になって無間地獄だと、それから83歳の人は空襲されて、家が燃え出して防空壕に避難するんだけれども、年老いた老母をもう自分の母親を寝たっきりだったんだけど、それをもう連れて逃げることができなくて防空壕の中で、みんなで泣いたという話とか、そういう二度と戦争を繰り返しちゃいけないんだ、戦争というのはこういう悲惨なもんだなんだということが、特に今の時期、あさってが終戦記念日ですけども、そういうふうに語られるわけです。そして一方では4面に、憲法改正は歴史的使命だというふうに、安倍晋三総理大臣が地元で語っているわけですね。憲法改正の目玉というのは言うまでもなく、憲法9条を変えて今日本は戦争ができないことになってるんだけど、それをできるようにしたいということですよね。戦争というのはこんなに悲惨なもんで二度と繰り返してはいけないとみんなが語っている中で、一方ではやっぱり戦争できるようにしよう、できるようにしたら戦争するんですよね。そしたら必ず悲惨なことが起きる、それはもう我々は学んだはずであるにもかかわらずそれを繰り返す。なぜならば他の国がやってんだから自分の国だけやらないのはずるいじゃないかなんていう、愚かな考えですよ。繰り返し私は言いますけれども、日本国憲法の全文と9条合わせると、自分たちの国の平和というのは自分の国の利益だけ考えるんじゃなくて、困ってる国がいたら助ける、そういう信頼関係を築いていくことで、お互いが尊敬し合う、感謝し合う関係を他の国との間に作っていくことで平和を守るんだ。そのためには労力を使って努力して金も使って、そういう信頼関係を築いていかなければいけない。そういうことが日本は不十分、今自衛隊に使っている金をそういう形で、戦車を作る金でブルドーザーを作る、ジェット機を作る金で救援ヘリコプターを作る、そしてそれらを他の国に送ったり役立てたりする、そういうことをすることで自分たちの国を守ろうじゃないかというのが日本国憲法の全文と9条が謳っていることなんですよ。それを今しっかり言っている人たちの姿というのが私は見えないような気がしてしょうがない。繰り返し言いますけれども、我々が声を上げなければいけないんだというふうに思います。今日の歌はバラが咲いたですね。マイク・マキが歌ってましたね。これ浜口幸之助作詞作曲なんですね。1966年に、コピーライトですね。みんな知ってる、我々の年代であれば誰でも知ってる歌です。
からね、寂しかった僕の庭にバラが咲いた。たった一つ咲いたバラ、小さなバラで、寂しかった僕の庭が明るくなった。バラよバラよ、小さなバラ、いつまでもそこに咲いてておくれ。バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが、寂しかった僕の庭にバラが咲いた。バラが散った、バラが散った、いつの間に寂しかった僕の心にバラが咲いた。バラよバラよ、心のバラ、いつまでもそこに咲いてておくれ。バラが咲いた、バラが咲いた、僕の心に、いつまでも散らない真っ赤なバラが、いつまでも散らない真っ赤なバラが。ということで今日はこれぐらいしておきます。